303ポーリッシュファイタースカドレンバッジ第303コシチュシコ戦闘機中隊とは、第二次世界大戦開戦後まもなくして、ポーランド政府崩壊に伴い母国から脱出した、ポーランド人航空兵から編成された、英国空軍の戦闘機中隊の一つを指す。ロンドンのポーランド亡命政府と、イギリス政府との協定により1940年8月2日に、編成され、 第二次世界大戦後の1946年12月に解散された。以下、第303戦闘機中隊と略称する。バトル・オブ・ブリテンに参加した、連合軍の66個の戦闘機中隊のうちで、最高の撃墜記録を上げたことでなお馳せ、第二次大戦の伝説的存在となった。部隊名のコシチュシコは、アメリカ独立戦争当時、植民地軍総司令官。 ジョージ・ワシントンの副官を務めた、ポーランド人のタデウシ・コシチュシコ将軍に由来する。ポーランド語では、ウォージャウスキー・ダイウィズ・ジアン・イム・タダオス・ザ・コシュースキーと呼ばれる。ワルシャワ戦闘機中隊ともあだなされる。第303戦闘機中隊は、1940年8月2日に、編成、8月31日に、作戦行動を開始した。ポーランド人パイロットはしかし、 英語の専門用語、手順、操縦訓練に不慣れだったので、当初イギリス空軍将校が中隊長や、小隊長として、ポーランド人同僚を支援した。舞台名は、アメリカ独立戦争のポーランド人英雄に、由来するが、1919年から1921年にかけて戦われた、ポーランドソビエト戦争でも、同盟のコシチュシコ戦闘機中隊が存在した。 第303という部隊番号も同戦争におけるポーランド軍戦闘機中隊に由来する。このような名誉名称の継承はヨーロッパではよく行われる。1940年8月30日、第303戦闘機中隊はまだ公式に作戦行動していなかったが、ドイツのドルニエドゥ17爆撃機を撃墜して最初の勝利を記録した。 その後の作戦行動で第303戦闘機中隊はバトルオブブリテンに参加した連合軍の66個の戦闘機中隊のうちで最高の撃墜記録を上げた。それもバトルオブブリテンが始まって2ヶ月経ってから参戦しての記録である。この成功はポーランド軍人の受けた母国での何年にもわたる長く厳しい訓練の結果と思われる。それに比較して 英空軍の航空兵の大多数はは各未熟だった。コシチュシコ戦闘機中隊は最初の7日間で40機近くの敵機撃墜記録を上げバトルオブブリテンの伝説的存在となった。パイロットたちはザグラマーボーイズ・オブ・イングランドと呼ばれるようになった。休養のため10月11日に戦場から離れるまで第303戦闘機中隊は6週間で126機の 撃墜記録を上げた。しかし損失も大きかった。18機のホーカーハリケーン戦闘機が失われ、7人の隊員を亡くし、5人の隊員が重傷を負った。ディエップ奇襲作戦の間にも、第303戦闘機中隊は、連合軍の全戦闘機中隊のうちで最高の撃墜記録を上げた。1942年4月11日に属する第11。 戦闘機群で行われた模擬空中戦競技で第303、第316、第315の3個のポーランド人戦闘機中隊が参加前22中隊中の上位3位を独占した。第303戦闘機中隊は余裕の1位だった。第303戦闘機中隊は第2次世界大戦で最も実績のあるポーランド人戦闘機中隊であった。 第303戦闘機中隊のパイロットたちは、ポーランド軍のうちで1946年のロンドン、勝利記念パレードに参加を求められた唯一の戦闘機中隊であった。しかし彼らは参加を見合わせた。連合国によって、ポーランド人は原則的にモスクワ勝利記念パレードに参加すべきだと扱われたからである。ロンドンで第303戦闘機中隊のパイロットたちは、 例外扱いだった。前年の1945年7月6日にアメリカとイギリスはロンドンのポーランド亡命政府の公式承認を取り消した。ポーランドはソ連の後押しする共産主義者の政府の手に落ちたのである。大戦終結時から第303戦闘機中隊の士気は低下してきていた。それは連合国によるポーランド人に対する冷たい扱いからだった。 同戦闘機中隊は、1946年12月に、解散した。1940年7月19日から1945年5月8日まで、1940年9月1日から1945年5月8日まで、バトルオブ、ブリテン終了後からは、ズジスワフ・ヘンレンベルク中尉から、ビトルト・オクチェフスキ少佐まで15人のポーランド人が、戦闘機中隊長を引き継いだ。 ありがとうございます。